渡辺博敷は神奈川県出身の日本のバスケットボール選手である。2009年にパナソニックトライアンズに入部し、2013から14シーズンにリンク栃木ブレックスに移籍。2016から17シーズンで B リーグ初代王者となる。シーズン終了後に引退したが、2017年11月21日。 現役復帰することが発表された。身長180センチメートル、体重74キログラムでポジションはポイントガード。世田谷学園高校から青山学院大学を経て2010年パナソニックに入社。同年日本代表候補に選出される。翌年ユニバーシアード代表に選出。 パナソニックの2013年限りでのキューブを受け、リンク栃木ブレックスに移籍。2016から2017シーズンをもって、現役引退を発表。2017年11月現役復帰、入団することを発表。2018年10月4日より、ラジオベリーにて毎週木曜夜9時より、渡辺博敷が MC を務める、鍋のくせに、が放送される。 引退前に同局にて鍋の蓋が放送されていた。2019年1月19日に富山市総合体育館にて行われる B リーグオールスターゲームにファン投票で B ブラック第2位で初選出される。ありがとうございます。